見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。秋篠宮様と眞子様は冷戦を超えて権力集団の対立に利用されるのでは、弟宮の存在が警戒された理由から続く秋篠宮家の長女眞子様と小室圭さんが10月6日に結婚されます。文藝春秋は秋篠宮家の内実を報じてきました。ノンフィクション作家の保坂正康氏による秋篠宮と眞子様冷戦を超えて文藝春秋019年月号を特別に全文公開します。前回の回目シャープへ続く年齢日付故障などは掲載当時のまま。秋篠宮家の初めての挫折。皇嗣という立場に立つ前に秋篠宮の差し迫った課題は眞子様の問題であるとの見方は一概に否定できない。ただこの問題について私は一般社会の常識あるいは社会的に成熟した目で見るべきだろう。秋篠宮家の長女の眞子内親王と婚約者とされる小室圭氏の結婚について、本来ならば刑事であるはずであった。ところが昨年11月に5歳を迎えた誕生日会見で、秋篠宮は、週刊誌などで報道されている小室家の借金問題について、婚約前ですので、人の家のことについて私が何か言うのははばかられますけれども、それ相応の対応というのは大事、と発言された。その上で、多くの人がそのことを納得し喜んでくれる状況にならなければ、婚約にあたる納采の儀というのを行うことはできません、と踏み込んで意見を述べられた。元をたどれば、眞子様と小室圭氏の婚約予定について山本慎一郎宮内庁長官が記者団に明かしたのは、おととしの5月のことだ。しかし、婚約内定会見から1ヶ月後、小室氏の母親が知人男性から400万円以上を提供されながら、それを返済していないとある週刊誌が報じた。これを受けて納采の儀は延期となり、結婚関連の諸行事は年後に延期されることが決まった。ところが小室家から一切の説明がないまま現在に至っているようで、小室氏は昨夏から年間の予定でニューヨークのフォーダム大学に留学している。この問題は、眞子様、佳子様、そして悠仁さまの順調な成長を見守ってきた秋篠宮家にとって、初めての挫折と言っていいのかもしれない。